海でもこの魔女が最強であることを思い知ることね。真夏の夜の夢をこの魔女と一緒に見たいのかしら。悪夢になっても知らないわよ。私の戦場はあの方が守り抜いてくれた命を全うする人生。リゼット・ベルトールと申します。私が何をするべきなのか今はまだわかりませんが、これも誠なる神の試練ならば乗り越えたいと思います。海水浴か。鍛錬に時間を費やすべきと言いたいところだが、悪くない提案だ。こう見えて泳ぎは得意なんだ。草薙流泳法の免許皆伝だからね。この海で私に勝てる者など一人もいないだろう。私を海に連れて行ってくれないと車輪引きの刑に処します。私の魔術擬態だと人の体と浮力が違うからうまく泳げないけれど、大丈夫。海を楽しむ方法は他にもいろいろあるから。私の仕事はカケル君の隣で同じ未来を見つめ続けること。私は水瀬ゆかと言います。皆さんみたいに戦いには向いてないかもしれないですけど、カケル君と一緒に精一杯頑張ります。